皆様、大変ご無沙汰しております。引き続きマザー2やっていきます。実はですね、アカウントを作ってから1周年経ちましたので、そろそろ変えようかなと思って夜逃げする準備をしていたんですが、知り合いに、さすがに早すぎるだろ、まだ続けろよ、クソ野郎と言われまして、まあ、もう少し続けようかな、クソ野郎、と思った次第です。いや、本当に申し訳ない。で、久々の実況なのですが、今回はおそらく私ほとんどだんまりを決め込みます。まあ、なぜかと申しますと、キプレイの方は多分わかると思います。で、キプレイじゃなくても、この、今やってるのを見ていただければ、大体わかると思うんです。お猿さんに言われたものを持ってきて、ただただ渡していく作業になりますね。で、本当はもう全部カットしたいところではあるんですが、まあ、万が一ね、万が一っていうか見てる人が少なすぎるから10が1ぐらい、初見の方がいたら、ちょっと申し訳ないので、倍速かな。まあ、2倍速、3倍速の時にね、BGM が変わるのを楽しんでいただければなと思います。動画を編集しててね、一番何が楽しいってね、倍速の、さて、着きました。そして、やっぱりちょっと、すごく私、ちょっとじゃないな、後悔をしていますね。やっぱりですね、ここの猿たちの会話って面白いんですよ。見せればよかったかなと思いつつ、でもだんまりしてるから後にはいけない。特に産みたて卵のところって結構スピード勝負なので、下りやすいんですよ、実況だと。失敗したなぁ。ただどうすればいいんだろう。私ちょっと実況下手なんでわかんない。本当に気になる方とかもね、一時停止でもどうだろう。私ちょっと会話今送るのすごく早かったからな。ぜひ、プレイしてみてください。すいません、本当に。ウーキッキ、ルーキッキ、タライジャブ様、一番好き好き。ワーキッキ、ホイキッキ、お猿の味方だ、ホイキッキ。ウキ、ウキウキ、ウキャ。これ僕が作ったタライジャブ様の歌。もう歌なのかね。で、このために取っておいたタコ消しマシンを使ってしまいましょう。ジュワッ。で、アイテムを2つほど開けておくか。意味ないけど、これで減ったよ、多分な。よし。で、わらしべイベントとも言えないこのイベント。あ、違うな、あと1つ開けなきゃいかんな。そっか、弁当とこれ石か。あ、違った、命のうどん乗った。命のうどん乗ったねえなー。どうしよう。裏かんぽスキーハブいらんな。よし、ではでは。キャキャキャーキャ、お待ちしてました。
何でも知ってるタライジャブ様を。宇宙の真理は粒のように波のように宇宙を駆け巡り、人という宇宙に語りかけているもの、じゃ。あなた方がここに来ること、私がここで待つこと、すべて定められた真理。ネス、ポーラ、ジェフ、そしてプー、四つの力が出会うとき、ねじれようとしている宇宙は安らかな呼吸を取り戻す。わかるかね？わからんでもよい。あなた方の好きなように歩んでゆけば、それでよい。宝箱を開けて自由に宝を持っていきなさい。すいません、先に取っちゃった。もしかするとこれを探しに来たのかな。うっかり者が穴に落として生きよったが。ここから先の旅も並大抵のものではなかろう。空間を自由に移動する力を授けてあげよう。そこの猿に習っていきなさい。それともそんな力はいらないか。いやいや、いりますいります。はっはっは。それはそうじゃろう。だったらそこにいる猿に話しかけてごらん。じゃ。タライジャブさんはね、本当に何者かわかんないんだけどね。まあまあ凄そうな人だよね。浮いてるし。キャ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 、テレポーテーションを教えます。キャキャキャ、さあ地上に出ましょう。というわけでですね、一番重要なんじゃないかなと思う、ここでのイベントというか、まあ取得できるものですね。いや、まあグルメトークマシンも必要ですけど、テレポーテーションは1の時にもありました。まあ一応地上までカットしてみましょうか。こっちだ。つっても上にはサソリと UFO、 下にはモグラ。ああぶざま、あーあーぶざま、あーぶざま。てなわけで、ヒーリングで毒を治します。モグラももう出なくていいよ。よし、ではでは道路まで出て落ち着いたところで、キャッキャッキョキョ。じゃあ先生がまず見本を見せよう。キャキャキャッキャッキャ。これができるようになると一度行ったところなら、キャキャッキキキ、あっという間に行けるようになります。キャッキャキャキャ。地下や部屋の中ではこの力は使えません。ホーサイドの街に行ってすぐに戻ってきました。キャーキャッキャ。先生は基本的なまっすぐのコースでやったけれど、距離さえあれば曲がってもできるからね。さあやってみなさい、若者よ。ネスはサイ、テレポーテーションアルファが使えるようになった。すごいぞ。それじゃ先生は帰るから。今のキャッホーの中にね、今の文すべてが入ってるっていうのがサルゴのすごいところ。てなわけでテレポーテーションを覚えました。これはですね、スマブラとかやってる人たちは結構見たことあるんじゃないかなと、初見の方で。これ。登場シーンですね。和の時にもあったんですけどね、ガリクソンさん家の子供に、テレパシーを使うっていうのは私ちょっと発想なかったんで、初見の時、ガムシしてたね、あのゲーム。で、テレポーテーションじゃない、テレポートで、ウィンターズに行って、ここでやっと、安らぎのコインじゃないな、シーケさんのコインか、を買えるんですけど、私はもうすでに買ってしまって、そんなに今も必要ないかな。守りのコインあれば十分だしね。あ、でもディフェンス高いだよ、チェフ。まあ、いっか。では次はですね、もう、グルメトークマシーンを取って、エツコさんに渡せば、敵の本拠地に殴り込みに行けます。ですが、それは次回にしましょうかね。ちょっと今やると多分30分、40分くらいかかっちゃう。次は強敵です。強敵に見えない強敵を倒します。では、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。